トップガンマーヴェリック22の原案者が制作総指揮、真田博之がプロデュース、主演を務めるディズニープラス、スターのオリジナルドラマシリーズ、将軍将軍が配信中。2月27日の初回配信から6日間で、スクリプテッドゼネラルエンタテインメントシリーズ作品としてはディズニープラスの中で歴代ナンバーワンとなる900万再生を突破し、すでに映画、ドラマファンをはじめ、世界から高い評価を獲得している本作は、ジェームズ・クラベルによるベストセラー小説、将軍、をハリウッドの制作陣の手で新たにドラマ化した一作だ。徳川家康、三浦按針、細川ガラシャら、歴史上の人物にインスパイアされた、関ヶ原の戦い、前夜を舞台に、陰謀と策略が渦巻く戦国の時代を、壮大かつ圧倒的な映像で書き出すスペクタクルドラマシリーズとなっている。写真を見る、怒涛のラストで勢力図も激変するかも。将軍将軍、第4話人物相関図、ネタバレあり、ムービーウォーカープレスでは、本作の魅力を発信する特集企画を展開。本校では、第4話を、ライターの相馬学がレビューする。以降、ストーリーの核心に触れる記述を含みます。未見の方はご注意ください。虎長はどこへ？突然の放置に苛立つ按針第3話にはスペクタクルとアクションが宿り、吉井虎長、真田、と按針、ジョン・ブラックソーン、コズモ・ジャービスの関係性に変化が見え、かなり熱い話だったが、この第4話は人間ドラマにフォーカスする作り手の意思を感じた。これまでの3話は主に大阪で政治的な駆け引きが繰り広げられてきたが、今回は第1話の舞台の一つでもある網代限定。按針は虎長と共に、自身が漂着した場所に帰ってきたのだ。ただし、彼の状況は以前とは異なる。第1話での按針は日本語を理解しない、蛮人、だったが、今回は虎長からのお墨付きを得て旗本という地位を得ている。大阪からの大脱走劇が繰り広げられた第3話のラストで虎長と按針の絆が深まったことから、この第4話では新天地で友情を育むと思いきや、我らが英雄、虎長は、用事があるから、あとはよろしく、とばかりに、あっさりと旅立ってしまう。按針には、これは心もとないだろう。しかも、そこは第1話で按針に小便をかけて恥ずかしめた若き領主、加敷大見、金井宏斗、が仕切っている村。実際、按針は彼に対する怒りが収まっていないが、ファックという単語を無視して礼儀正しい言葉に言い換える。虎長に通訳を命じられた戸田マリコ、あんな騒ぎによってことなきを得た。他にもマリコの、跳躍、は按針をしばし助ける。按針を苛立たせるのは、これだけではない。旗本、という自分の立場を理解できず、愛していない性質、宇佐美富士、星萌えか、押し付けられ、堅苦しい生活を強いられるのだから。庭番や使用人もいる恵まれた暮らしではあるが、西欧の自由な空気の中で生きてきたイギリス人の按針には不自由でしかない。自分の船も取り返せないし、仲間とも会えない。そしてクレームをつけるべき相手、虎長はすでに網代にはいないのだ。愚息、長門が与える衝撃。第5話が待ち遠しい第4話の肝は、この村で按針がいかにして自分の居場所を築いていくかにある。第4話のタイトルである、八重垣とは、マリコが按針に語る、侍社会での心のあり方の象徴。礼儀や作法はあくまで上辺のものであり、真実は常に八重の垣根に守られた自分の心の中にある。ここでのマリコの言葉は禅問答のようでもあるが、それだけに味わい深い。按針が初めて地震を体験した際にも、マリコはこの地で生きるための哲学を話しているので、こちらにも耳を傾けてほしい。ともかく、按針はここから自分の居場所を築いていくわけで、マリコの協力はもちろん富士の勇気ある行動によって、按針が最初は牢獄のように感じていた新居の空気に馴染んでいく。一方で、大砲の長距離砲撃を加敷や武従、浅野忠信の軍に指導することにより、武士としての居場所も出来上がっていく。納豆を食べることにトライするのも、マリコにロンドンの話をしながら恋人同士のような会話をするのも、按針が嫌々ながらもここでの生活を受け入れていったことの表れだ。
自分の居場所を築いてく安人とは対照的に、足元が崩れていくのを感じているのが虎長の家臣にして伊豆の大名、藪重だ。前話で知らず知らずのうちに虎長の大阪脱出に手を貸して、虎長と敵対する五大老の一人、石堂和成、平竹広の怒りを買った上に、虎長に五大老職を辞すと打ち明けられて激しく動揺し、さらに石堂の部下、根原常善、信屋島本に大阪に来るよう詰め寄られて絶体絶命となってしまう。今更石堂に寝返るにも寝返られない。くせ者だけに、ここでくじける藪重ではないと思うが、どう乗り切るのか、今後が楽しみになってくる。この第4話では、先のドラマを面白くしそうなキャラクターがゾロゾロと動き出す。戦術の藤は、いやいやながら安人の性質になったものの、その宿命を受け入れてからの凛とした姿は堂々としており魅力的だ。また、藪重の甥っ子である網代の領主、近江は叔父や虎長に忠誠を示しながらも遊女、菊、氷優香との恋に溺れており、彼女の近江様がお殿様だったらよかったのに、という言葉に何か思うところがある様子。しかし、誰よりもドラマを動かすのは、虎長が去った後に目付役として網代に残った息子の長と、蔵勇気だ。ここまでの3話では若気がフライングするバカ息子的なポジションで、さほど目立たなかったが、ここに来て存在が俄然クローズアップされる。第4話は落ち着いた群像劇のようなスタイルかと思って見進めていたが、最後の最後で彼がとんでもない事件を起こしてしまうのだ。偉大な父に認められたい。父を救いたい。周囲に尊敬されたい。その気持ちもわかるが、これは取り返しのつかないことなのでは。ともかく、このクライマックスはシリーズで最も激しいバイオレンス描写に彩られており、強烈な印象を残すに違いない。舞台が網代限定となり、牧歌的な空気に包まれると思いきや、の急転直下。どうする、虎長。早く津が見たい。